今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、では、七時またぎ前半戦取り上げるのはこちらのニュースです。東京都知事選挙、現職の小池売子氏が当選。 昨日投開票された東京都知事選挙は無所属現職の小池百合子氏が3回目の当選を果たしました。今回の都知事選には過去最多56人が立候補、前広島県秋高田市長の石丸真嗣氏や、前立憲民主党参議院議員の蓮舫氏らが現職に挑みましたが、及びませんでした。 えー、もう8時にはね、えー、箱が閉まった直後、当選確実、各社が打つということでありました、まあ、先ほどね、聞きたいのゾーンでもお話しいただきましたが、その続き、まあ、これね、あのー、与野党ともに、やっぱり国政にも影響が出ますかそうですね、あのー、ですから、えー、与党にとってみるとです、ね、これが一つの潮目の変化になる可能性も、その兆しが出てきている以上です、ね、うん、やっぱりここは最大限利用したいなと。<ー>むしろですね、はい、やっぱりこれは国政 にも大きなな影響を与えかねねいのは立憲民主党ですよ、ね、あのやっぱりこれからのですね共産党との距離の取り方、はい、え全面的に、えー、共闘体制を組んでいくのか、それとも違った、えー、方向へ進んでいくのかっていうのが、やっぱり立憲民主党の中でも大きく大きく分かれてるわけなんですね。で、その辺のその対立の構図、党内の対立の構図があの表面化してくる可能性も、私はあるんじゃないかなと思いますね。あまあ、現職というか今代表の泉さんは、まあ どちらかというと共闘、まあ、やるけれどもそんなに名前のみでもないというう感じですかねそうですねあのとりあえず代表ということで、まあ、あ,のある種の中立性を保ってますけれども腹、うん、の中では共産党との共闘に対してはあの否定的なんじゃないかなと私は外部から見て,てそう思いますよ、ね、あ、そうすると、まあ、路線対立的なものが。 代表争点になってくるですかなってくる可能性も高いですし、うん、で必ずしもですね、えー、泉さんの信任投票にはならない、はい、本気のといったらいいんですか、えー、それなりにですね、えー、本気で、えー、代表を狙ってくる人たちが、うん、で特にですねやっぱりど、どうなんでしょうね、旧民主党のオリジナルメンバーといったらいいんですかね、はい、やっぱり、えー、民主党政権下で、えーね、大臣を務めたような、はい、そういった大所が出てくる可能性極めて高いんですよ。ね、あ<ー>だから、えーまあ、その泉さんも もちろんです、ね、今回の代表選出てくるでしょうから、はい、そういった点で言うとです、ねえー、立憲民主党、まあ、本気の代表選が展開されて、うん、まあそれがその選あの代表選後にです、ね、何か過去を残す可能性もないわけじゃないだろうなと思いますけどね。 の部分でまあ、特にこの立民の東京都連はあー共産党と共闘に前向きな人が多いんじゃないかということが指摘されてました、えー、まあ長妻さんだとかと。 っていう風になってきたときに、<え>これ、そのどうなるんですかねその、そのものの是非というもの,がねあの、まあ、積極的に進めてきたのは、えー、都連幹事長の手塚さんなわけですけれども、はい、でその手塚さんが、まあ、蓮舫さんを口説いてというのが、今回の都知事選挙の流れなんですよね。はい、で、それが、えー、結果を出すことができなかったということで、うん、まあ、言ってみれば、ある種の責任問題が浮上してくるのかなと、じゃ、はい、その責任問題はどこに出てくるのかというと、やっぱり蓮舫さん、今回の、えーうん まあ年選で負けた場合には衆院選挙のですね衆院制の倶替えというのがまあ大きく支えかれてし本人もその気だったはずなんですよ。ですから徹底的に小池さんを追い詰め。 れね近々予想される総選挙に出馬するという、そういう流れだったと思うんですね、その中で言われていたのが、新26区、柔道十業で生まれた新しい選挙区ですけれども、目黒区と大田区の一部で、ここはでもともと松原仁さんの地元であり、再三にわたってですね公認を求めていたんだけども、公認が出ないということで離党した。とはいっても、ですねじゃあ誰を立てるのかというのはいまだ決まっていない。トレンとしては さんってというのが本音のところだったんでしょうけれども、まあ今回、ですね都知事選の結果を受けて、はい、まあ言ってみれば、論考交渉でえ、新26区滑り込み、えーね、そこに横滑りという形を狙ったんでしょうけども、この総票数ではね、はい、やっぱりそれはちょっと無理なのかなというどころか、<ー>え衆院へのく替えもちょっと難しいんじゃないかというようなことも、今支えれてますよねなるほど。 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。改めまして、おはようございます。はい、おはようございます。ます今日もよろしくお願いいたします。お願いします。え、えー、勝ったぞということでね、あの、えー、選挙で万歳してらっしゃる方もいらっしゃいますし、はいまあ、我々としては、うん、昨日のやっぱり甲子園球場。そうですね、逆転勝ちですからね。サよなら勝ち。はい、は貯金も二つできたという。ねえ<ー>、うん。これが潮目の変化になってくれればね、 そこですよ。そ,<う>そこですよ。本当に、うん、いろんなものがねい。いろんなものがいろんなものがしあわせなんかなって。<laughs> 打てない。<laughs> <laughs> 打てないね。この政党も。<laughs> この戦闘も、えー、何をやっても、なんかええ、もうね、党首の岡田さんも、はい、非常に頭を抱えるところも、はい、まあ、勝ったあれはというようなものだよね。はい、<laughs> さあ、そして、あのー、都知事選挙に絡んでもね、ええ、メールや X でもいろいろ本当にいただいてるんですが、えー、カズピーさんという方、港区からいただきました、須田さんに質問です。都知事選と同じく行われた都議補選、えー、都議会議員選挙の補欠選挙、えー、自民党2つしか勝てません。 でしたこの結果永田町にどう影響するとお考えですかと、うん、8つの選挙区で行われてそのうち2つ取った。 はいまあ、あるいはあ、ごめんなさい、9つの選挙区ですねで、自民党8つ出したんだけども、2勝だったということ、はい、でありましたで特にです、ね、あの東京都連会長、自民党の東京都連会長の、はい、萩,萩生田さんのです、ね、お膝元の八王子市で、はい、万全の構えで,です、ね、望んだにもかかわらず、ここ落としたというのは、うん、やっぱりです、ねえー、大きな影響が今後出てくるんではないかなと、うんえー、それは一体どういうことかというと、えー、自民党としては、えー、今回、立憲民主党が蓮舫さんを立てたことに によってある種自滅した、うん、本来だったらここで、えーね、潮目の変化ということで、えー、公州ねところを変えたいところではあるんだけれども、えー、やっぱりこの都議,都議補選のです、ね、結果を見てみると、まだ自民党への逆風やめやめ、ねやま、やんでいないという状況が明らかになった、そうするとです、ね、やっぱり8月、えー、9月の代表選ですね、はい、9月の代表選で、うん、やっぱり岸田さんを変えないことには、あ総裁選で、これは空気感は変わらないぞと。 今、空気が、えー、な,なりつつあるのかなと思いますよねうんそうすると、もうポスト岸田の動きがここから先、まますます激しくくなっていく、ね、ただそれもね加速してしまうと、はい、要するにじゃあ、岸田さんがね、えー、じゃあ総裁選に出馬したらどうするのっていうね。 あのだから、えー、一番ベストシナリオは、はい、総裁選の直前で、岸田さんが辞退をする、ねはい、出馬辞退をして、そして、えー、総裁選を戦って。 ね、でそして看板を付け替えてというのが、やっぱりベストシナリオなんだろうと思うんですよ。はい、要するに、えー、しかも本人が納得して引きずり下ろすんではなくて、えー、本人が自らから進んで、えーね、を身を引くという形がベストなんだけども、えー、数日前にです、ね、岸田さんに会った自民党国会議員の話から話を聞いてみるとね、はい、やる気満々。 やる気満々。すごいよとね、あのね、鈍感力はすげえな、みたいなね。で、だから今の岸田さんに辞めるという本人の中でも選択肢はないというのが、 見た,で見,見たところらしいんですよなるほど。だからその心をどう変えていくのか。はい。これ、周りが寄ってたかって、羽交い締めして引きずりをしたなんてなると、えー、やっぱり自民党のまたイメージ悪くなっちゃいますからね。えー、揉めていると。<ー>このご意を読んで揉めていると。そうですよね。えー、お家騒動をみたいなことになると、はい、またそれは面白おかしくいろいろ書き立てられますもんね。えー で、<ー>ここで、まあ、岸田さんに、自ら進んで辞めてもらって、そして、対立している二人のキングメーカー、ここねー、麻生さんと菅さんがさん、はい、まあ、大道を団結して挙党体制を作って、で、次の総裁選ではですね、えー、まあ、言ってみれば空気感を入れ替えてくれるような、できることならば女性候補を立てて、女性党首をですね、ん選んでと。 そして、間髪入れずに、総選挙に臨んでいくというのが、はい、これはベストシナリオなんです。ベストシナリオ。ええ、<ー>ベストシナリオの入り口が、岸田さんがあるから。はい、なるほど。ええ、でもそこが動かないと、もう、ニッチもサッチもいない。ニッチもサッチもいない。 そこで、まあ、堂々と、まあ、岸田さんに対抗してっていうわけには、皆さんいかないんですね。ええー。だから、まだ、ええー、ね、総裁選に向けて花火が打ち上がりつつあるけれども、はい、ちょっとまだそのタイミングじゃないんじゃないか、みたいなね。あ<ー>、えー そうするとくすぶったままなんか燃え上がらないみたいなことがずっと続いているわけです。で、もう一つやっぱり岸田さんに、えー、対してね、はい、本意を流すような材料があるんですよ。<う>次の選挙に岸田さんが出たときに、総選挙になったときに、うん、もしかすると落選するんじゃないのか。 あ、岸田さんご本人があったことですかえー、えー、お<ー>で、加えてですね、そこにもまた東京都知事選挙が絡んできて、はい、昨日選挙結果が出た後に、ね、えー、まあ、石丸さんのですね、はい、あの、記者会見の中で、はい、広島行区というのがありますと。はい おお、もともとご出身は広島県でいらっしゃいますもんね、えー。ただまあ、広島一区というのは、はい、えー、もともとですね、あのー、まあ、言ってみれば、岸田さん、あるいは宮沢貴一さんにね、連なるえー、そういった人脈の地盤であり、はい、なおかつですね、えー、まあね、えー、広島の場合はですね、政界と財界が密接に、その、なんて言ったらいいんですかね、その、絡み合ってるという、刑罰で繋がってる、 ケースが多いんですよ。はい、これ盤石なんです。だから、おそらく石丸さんがね、えー、えー、言ったところで、1>, うん、1区で勝つ可能性はないんですよ、石丸さんが出ても。もともとの広島というのは自分の自慢だけども、はい、あそこはそう、特殊なところですから、ちょっと。なるほど、えー。だからそういった点で言うと、そういう発言が出てきたけれども、まあ、これをね、利用して、ね、うん、次出てもね、ちょっと大変えんですよ。 総理、総裁と。うん、だ今ここは出所進退きれいにしといた方が、次の選挙で勝つ可能性が出てきますみたいな。あ<ー>ね、そういう口説き方をするのか。はい、えー、さて、えー、岸田さんどうするというね、その出所進退の部分なんですけれども、 一つ、選挙において注目されるファクターの一つとして、経済があるとで、もう一つ用意していたのが、5月の家計調査で消費支出が減っている、これ、足元の経済、岸田さん、ね、それの影響で支持率が低迷というようなことはあるんでしょうかだから逆に言えばね、減税、4万円の、ね、減税をに加えて、要するに株価が上がってきました、はい、そして、いよいよデフレ脱却、宣言をできると、それをてこに支持率回復を狙ってたんですけども、はい やっぱり個人消費がです、ね、思ったほど伸びていかないどころかマイナスになってるよと、えー、でせっかくです、ねえー、コロナショックの最中に使っていないお金、えーね、いわゆる強制貯蓄というのがあるんだけども、はい、一向にこれが消費に回っていかない、うん、まだデフレ基調は続いているということで、デフレ脱却宣言もちょっと先になりそうなんですね。はい、ですから、それもちょっとね、見込み違いというのが起こっているんではないかなと思いますね。<ー>だかからはっっっきり言ってて、えー、供給能力を総需要が上回っていかないな 総需要が供給能力を上回ってインフレクションにならないとデメダ客宣言できませんからねおはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選党内で投開票日を9月20日とする案が浮上秋に行われる自民党総裁選挙について 投開票日を9月20日とする日程案が党内で浮上していることが分かりました複数の党関係者が明らかにしたもので今後自民党の総裁選管理委員会が協議して決定するとしております 毎日新聞が土曜日付で、えー、複数の党関係者の話として伝えたようです。はい。あの、自民党の総裁というとですね、イコール総理大臣になるわけですから、はい。まあ、あの、言ってみればですね、事実上の、えー、総理を選ぶ、まあ、そういった、えー、選挙になってくるわけですよね、この総裁選というのは。はいうん、そうすると絶大な権力争争になるわけですから、はい。1期3年、3期までと厳密に決められてるんですよ。えー、えー、ですから、それについてはね、え融、ー、通無限ということは全然なくてですね、うん、きっちりきっちりこれをやる やっていくという状況で、はい、ですから。まあ30日が任期満了ですから、まあ、この辺りが一番ですね,ね。落とし所としてはいいのかな？20日が落とし所としてはいいのかなと思いますよね。うーん、まあこれね。あのその辺りだと国連総会。 が直後にあるというタイミングで、どうなんですかね、そこは誰が出るみたいな話になってこないんですかねいや、あのー、そ,れそれはまだ主犯指名をしてませんから、岸田さんが出席をするという形に、私はなるんだろうと思いますね、間違いなくそこは。<ー>えー、なるほど、えー、いやいや、そういうね、外交日程もう結構、総理、詰め詰めでいろいろ。うん 入れてますけどね。はい。まあ、言ってみればですね、外交によって、支持率回復というか、手こ入れを図ろうとしているというのが、今の総理の考え方なんでしょうから、そこはそれでいいんだろうと思いますけれども、うんうん、そういった外交日程には、ほとんどこの総裁選って影響されませんから。なるほどあ。国内の話ですからね。ですから、ここは厳密に行われて、関与しても岸田さんの再選という機運が盛り上がっているわけじゃない。むしろ、はい、いや,やっぱり岸田さんには交代していただきたいというね、うん、空気感が、どん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 膨れ上がっている。 のかなとやっぱり一つの、えーまあ、言ってみれば、天気になってくるのが、はい、やっぱり来月のお盆休みですよ。<ー>要するに、今、えー、もうそろそろ、ね、国会議員の方々は、は自民党の国会議員の方々は、外遊に出かけたり、はい、あるいは、まあ、お盆休みの時は、もちろん地元に帰ると、地元に帰ってきた時にですに、ね、うん、帰った時に、どういう、まあ、有権者の判断、反応が出てくるのか、はい、そしてお盆休み明けに国会に集まってきた時に、戻ってきた時にですね、まあ、そのあたりで、えー、総裁選に向けての、 一つの方向性、空気感が決まってくるのかなと、私は思いますけどね。うんまあ,あの、去年までだと、派閥の研修会などがそのタイミングであって、まあ、そこら辺からもまたメッセージが出てきたりしましたけど、ね、派閥、解消しましたよね、派いってそうですね、ですからそういった、えー、表だったです、ね、スケジュールっていうか、イベントがないもんですから、はいまあ、とはいってもね、水面下でほとんどメディアには登場しませんけれども、それぞれの派閥の中にあったいくつかのグループ、 定期的には会合を開いたり、勉強会を開いたりすることは、これ、間違いないんですよ、<ー>確認できてますけどね、はいで、そういったところは一つ中心になって、ええ、総裁選に向けて、まあ,あの、足並みを揃えていこうという、私は流れになっていくのかなと思いますけどね。うんそののいうのはやっぱり旧派閥が 核になるっていくんでだから、いざ総裁選といってもです、ね、要するに、えー、そこで着実に票を積み上げていくためには、はい、個別の議員に会って、支持してください、投票してくださいと言ってたんでは、確実性にも欠けるし、えー、最終的にです、ね、票の読みができないという状況になってくる、やっぱりそういった意味で言うと、良くも悪くも過去の総裁選というのは、はい、派閥の合唱連行によって決まってきたわけですよね。それでも不足してていいる部分については無党派層あ 無所属の議員を、派閥、はい、議,議員を取り込んでくるというのが、まあ、これはオーソドックスのやり方、うん、ところがじゃあ、えーまあ、派閥解消で麻生派はとりあえず固まってるけど、そ,それだけでは当選はおぼつかないわけですから、じゃあ、えー、それぞれの議員に働きかけをしなきゃならない、うん、これはあまりにも膨大な時間かかりますからね、うん、そうするとやっぱり、えー、その旧派閥の中には、解散した派閥の中には、グループ化していて、リーダー役はやっぱりいるんですよ。うん、やっっぱりり和会でで言ったら萩生田さんであり あ,あるいはです、ね、る萩生田さんを支える万頭角として、若手を取りまとめている谷川智さん、うん、え大阪府連会長ですね、はい、えなんかがいて、うん、そういった人たちで緩やかなグループが。グループか 形成されているのはこれ、間違いありませんから、うそういったところとどう連携を図っていくのかというのが、一つのポイントになってくるのかなと思いますねそれから今回、まああのー、総裁選としては、まあ、フルスペックの総裁選とううに言われて、はいえー、地方のね、票というのもまあ影響してくると、うんえー、これはどう影響してきますか。えー、あのですから、えー、地方の票が、党員票,、まあ、票ですかね、うんえー、影響してくるのは2つあるんですよ。はいえー、一つはその 空気感が国会議員の投票行動に影響を与えるか与えないか、はい、この一番問題だったのは、小泉さんが、小泉純一郎さんが最初に総裁になったとき、はい、この時はです、ね、ににあのー、ツ2ステップあったんですね、うん、党員票が、あるいは地方票がまず最初空いて、それが国会議員票、でうん、そこで、えー、圧倒的なです、ね、地方票を取ってしまったために、だれを打って、国会議員がそっちへ動いたと、はい、でこれに反省して、あのー、同時開票になってるんです、今は。 なるほど。賛成してって言う言葉もおかしいですけどね。<ー>ハンドリングが効かなくなっちゃったもんですから。この重鎮たちによって。とは言ってもですね、やっぱりそういう形で地方票、党員票というのは結構大きく影響を与えるんですよ。で、それがですね、やっぱり懸念されたのが、あのね、岸田政権の時の、えー、総裁選ですね。で、この時高市さんが勝たなければ、はい、圧倒的に地方票はですね、えー、河野さんに 動いたんですよ。河野太郎さんに。河野太郎さんに。はい。で、それを受けて国会議員票が引きずられそうな雰囲気だったので、うん、だから安倍さんは、亡くなられた安倍さんは、あえて高井さんを立てるというね、そういう戦術をとって、決選投票に持ち込んで、うん、決選投票はこれ、国会議員票が大きな影響を与えますからね。はい。で、そこで岸田さんに、えー、勝つようなね、えー、そういう流れを作ったというのは、まあそういうことなんですね。うーん。 そうか。あの時、まあ、あのー、岸田さんに、次は渡すっていうのは、ね、えー 安倍さんんはは、まあ、ずっっと言ってはいましたもんねそうですね、それについて、麻生さんと連携してたわけですからね、<ー>でところがあの時き、ね、河野太郎さんが立っちゃって、はいねえー、下手すると、えー、決選投票に持ち込むことすらなく、最初のですね、えー、本選の時に処理を収めちゃう可能性があったんで、あえて高市さんを立てるという戦略を取ったんですよ、<ー>ぐらいに、地方予定って結構大きく影響を与えるんですようん、まあ、そこがどうなるか。 立たないかもまだこれからってところですもんね、えー、だからそこが一つの大きな、えー、山場になってくるでしょうねう えー、そしてもう1つ用意していたニュース海上自衛隊で特定秘密の不適切な管理があったということで、えー、複数の官邸などで国の安全保障に関わる機密情報特定秘密を資格のない隊員に扱わ,れ扱わせていたことが判明したと開示、えー、トップの開幕長が辞任の意向を固めたということでしかもこれはあのー、かなり前から行われていたんじゃないかというような、ねうん、ことも出てきています。 特定秘密方法ですから、反復的にです、ね、うん、しかも継続的に法律違反が行われてたということで、これ、辞任は当然だと思いますね。<ー>ただ、問題なのは、はい、え法律違反が行われていたということに加えてです、ね、このことによって、何か問題が生じてなかったのかどうなのか、<ー>秘密が漏れてなかったのかどうなのか、はい、このですは、ね、徹底的に検証していく必要は、私はあると思いますよ。うんまあ、本当特に海上自衛隊の場合 アメリカ軍との連携というのもかなり密にやっているところでもありますもん、ねねね、ですから、それは組織的に反復的に行われたときに、はいえー、何かこう、ね、問題が発生して、えー、いるかいないか、やっぱりそれは検証して、それをちゃんと公表していくってことが、うん、私は必要なんじゃないかなと、でそれをやらないと、隠されたままだと、うんえー、特定秘密保護って何だったのと。 ね、<で>場合によっては秘密,秘密すら守られてないじゃないかみたいなことにもなりかねませんから、ね、えー、そういった意味で言うと、まあ自衛隊にとってみるっていうと、防衛省にとってみるっていうと、頭の痛い問題ではありますけども、はい、そこは徹底的にですね、実態解明してほしいなと思いますけどね。うんまあ、このね、あのー、 情報の資格に関して、まあ、鑑定を動かすとなると、どうしても、こうか、ね、えー、階級の様々な人がやるというところで、まあ、特に階級の下の方の人たちなどが、 まだ資格取ってなかったというようなことなんでしょうかね、はい。ただ単純にその資格を取り忘れた、忘れたというか遅れてたためにこんなことが起こったのか。ーーでその結果何が生じているのか。だって二千二十一年、二千二十一年にはですよ。はい、えー、海事の情報部隊トップがですね、<ー>え秘密を漏らしてたということもあ起こっているわけですから。ねえー、続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。イラン大統領選挙改革派のペゼッシュッ キアン氏が当選今月5日に行われたイラン大統領選挙の決選投票は欧米との対話を重視する改革派のペゼシュキアン氏が当選しました今後は欧米との対立を深めてきた外交政策からの転換を図り関係改善を目指していくことになると見られます えー、保健省などを務めたこのペゼシュキアン氏ですが、強硬派のシャリリ氏と一騎打ちの決選投票でと、なんか強硬派の方が強いみたいなこと言われてませんでしそう言われてきましたし、で加えてです、ね、まあ、言ってみれば大統領を選ぶと言っても、はい、あのイランの国内のことはです、ねえー、最高指導者が、えー、はめないんですか、ほとんどのことを決めれるわけですから、えー、まあ言ってみればです、ね、まあ、その両者がどちらかとと軍配が上がった。 とところで結局はこのハメネイ師、誰なのかなと私は思いますけどね。あそうすると、大統領と言いながらもやれることは非常に限られるわけですそのお墨付きを得ないと、前へ進んでいかない、はい、ただそうは言ってもです、ね、その一方で国内、うん、イラン国内はです、ね、やっぱり大きな不満が出てきていた、で一つはやっぱり、えー、欧米からの経済制裁によってです、ね、経済が相当逼迫していた、国民生活が苦しくなってきた、それに対する不満がどん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 膨れ上がってきたということで、一つ 今回のね選挙結果はガス抜きという形にもなっていくのかなとでそれに加えてやっぱりどうなんでしょうねいくらねえまあ宗教的にイスラム教の戒律にですね非常に厳しいというイラン国内においてもやっぱり国民の意識が変わってきましたから例えばヘジャブの着をめぐってもですねあの結構ねえ厳しい罰が加えられたりなんかしてましたからそれに対する反発不満っていうのもあったんでここも含めてのですねやっぱり改革派がえ今回軍馬が,上がって ていくというね、流れも一つあったのかなと思いますけどね。うんまあ、これ外交の面でいくと、まあ、イランはね、今。 まあ、イスラエルとの間で、直接はやってないけれども、こう代理を立てて的なね、はい、ええことをずっとやってますよね。うん、で、この辺で欧米とも対立をしてきていると、えー、これも変わっていくもんですか、えーまあ、もっともっと根本的なことを言うと、核開発の問題ですよね。うんはい、で、こことアメリカと激しく対立をした、ですからおそらくですね、このペゼシキュアンシーですか、はいえー、新しく大統領になった方は、やっぱり核開発の問題をぐって、 で、まあ、アメリカとの交渉をね、え、対話の糸口を作っていくという方向になり、で、それと同時にですね、その、一方的にその、え、核問題をですね、え、アメリカ側の意向に沿う形ではなくて、はい。それと同時に交渉を進めていくのと同時に、経済制裁の解除というね、はい、え、というのをどう引き出していくのか。 というところに臨んでいくのかなと思いますね。うん。まあね、あの、一方で、このイランは、まあロシアとも近いというようなこともあって、うん、じゃあウクライナ戦争に対して、まあ、あドローンなどの提供を相当やっているという話もありますよね。うん、この辺に対してもどう、うん。その武器等の提供ということよりも、それに加えて、やっぱり地域大国ですよ。うんえー、イランというのは、その,あの中東エリアにおいて、えー、地域大国である、えー、そして、そして とえー、ペルシャ人ということもあって、うん、でそこもそのある種の,この影響力が出てくるわけなんだけども、うん、じゃあその、その地域大国地政学的な意味での地域大国が今後どう動くのか、うん、どういう方向に向かっていくのか、うん、つまり、はいえー、そういったロシアだとかあるいは中国寄りになっていくのかそれとも独自性を高めていくのかできることならば欧米にとってみるというとトルコ的な、ね、存在になってくるのが一番ベストなのかなと思いますけどね。うんなるほど 続いてこの時間は、ここだけニュース。スクバーフランス国民議会総選挙。左派連合が最大勢力の情勢。 フランス国民会議選挙の決選投票が7日投開票され、フランスの公共放送では左派連合新人民戦線が過半数には届かないものの最大勢力になる見通しだと伝えました。1回目の投票で得票率首位に立った極右政党国民連合は第三勢力に留まる見通しとなっております。 ええー、ということで、まあ、あの、今日はね、選挙に関するニュースばかりという感じですけれども、うん、まあ、フランスの、まあ、会員に当たる国民議会の選挙も行われておりました。まあ、ああ、右派と、おね、ええ、いう国民連合。 これれが大躍進するんじゃないかと言われてましたけど、ねはい、あの逆にね、左派連合が盛り返したということで、振り子の原理が働いたのかなとも思えなくもないんですけれども、うん、まあそういった点でバランス取ったのかなという感じはしますよね、うんまあ、そしてね、あの先週はイギリスの議会選挙もあったということで、まあ、こちらは労働党が勝利を収めて、えー、スターマー氏が新たに首相になったということになります。 ね、この時間は慶應義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんと電話をつないでお話を伺ってまいります細谷さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあまずこのフランスの総選挙ですが細谷さんどうご覧になってますか はい、あのー、当初はですね、1回目の投票でも、えっ、ー、と、極右の国民連合が第一党になったということで、はいまあ、大幅に今回、議席を増やすということが想定されていたわけですが、フランスの場合は、あの、2回投票制となっておりますので、はいまあ、あの、決選投票、2回目の投票の際には、中道左派、中道右派の左派連合、NFT と、 与党連合、中道の与党連合が、候補者の一本化を進めまして、はい、それによってですね、結局、このお2、3位連合としての中道派、中道左派の協力によって、まあ、当初想定されていたような国民連合 RN の圧勝にはならなかったということだと思いますうんで、これ、ただ、どこも過半数は持っていないということになると、これから先っていうのはどうなんですか、ちょっと不透明になるんですか。 まずあの、フランスの場合はあの、基本的に大統領制の国ですので、はい、あの外交をはじめとした政策については、基本的には大統領が、今はあのマクロン大統領はそのまま、このままあの継続するわけですが、まあ、内政を中心としたそれぞれの政策については、内閣が政策運営をしています。この内閣と、えーまあ、あの大統領とが異なる政党が、 あの担当するということで、基本的にこのことを、コアビタシオンというふうに、はい、あの言うんですけれども、うん、このコアビタシオンじゃあ,あの、内閣はどこが組閣するかということで、これからおそらく交渉が始まるんだろうと思います。あの場合によっては、はいあの、フランスではあまりそういったこと、今までなかったんですけれども、うんまあ、ドイツで見られたような、いわゆる大連立と呼ばれる、あの中道右派、中道左派との連合によって、 えー、この過半数を取るか、あるいは少数与党になるか、これからおそらく左派、まあ、連合と与党連合の間でのさまざまなあの駆け引きがあるんだろうと思います、うんうんえー、スタジオにはジャーナリスト、須田慎一郎さんもいらっしゃいまと、はいあのー、伺いたいんですが、やっぱりそのあたり,やっぱり、えー、右派、極右,連合と極右政党が、えー、躍進したというね、うんえー、それに対するブレーキという意味合いはあるんでしょうか。 あのそうですね、おっしゃる通りだと思います、あの実はですね、まあ、前回、前々回、大統領選挙でも大体あの最近はこの極右のマリンルペン氏、前の党首があの決選投票まで進んで、その際にはです、ね、同じ構造になっているんですね、中道右派中道左派が連携して、この極右、ルペン大統領の出現を阻止すると。 まあこの大統領選挙で見られた構図が結局のところは、あの今回は議会選挙でも見られたということだろうと思いますうんこれね、そのまあ、ただ、右派のこの躍進の部分というのは、あの今までその過激な政策っていうよりはあの、EU にばっかりお金使うなよとか、自分たち国民に使ってくれみたいなあ声があるというふうにも聞きますけど、そのあたり、そうですね。 あの前,の前の党首の,この、まあ、r m もともとはこれ f m 国連政策のとおりましたけれども、はい、その頃はですね、はい、まあかなりあのナチスを連想させるような過激な発言によって国民から かなり強い抵抗感があったんですが、まあ前の党首の,あの、その娘であるマリニール・ペンシーは、はいあの、これをですね、徹底して、あの中道化現実主義路線に延防させたんですね。で特に、はい、今の,あの党首のバルデラシー、まだ若い28歳で話題になってますけども、はい、彼はあのビ,ビジネスにも非常に友好的な態度をとり、さらにはあの過激な言葉を一切抑制して、 あの相当程度です、ね、中道寄りのイメージをーあの作ることに成功しました、まあ、そういったことから、イメージ戦略でうまくあのその転換ができたということと、まあ、そして今、急速にあの移民がヨーロッパ、フランスも増えてますので、はい、この移民に対するあの抵抗や、あるいは現政権の不満というものに対して、極右政党である国民連合が、そういった不満の票をすくい取った形だと思います。うーん それからあの、イギリスの総選挙も行われたばかりというところで、まあ、こちらはあの労働党が勝利を収めたと、まあ、いうところ、保守党に対しては本当に不人気だったみたいですねまあそうですね、まああの、歴史的な大敗というふうに言われておりますけれども、はいまあ、とにかくあの今回あの、保守党が敗れるだろうということは、 あの、想定されていたわけですが、実は、あのまあ、前々回のあの総選挙の時もですね、はい、あの、メイ首相の際に、 当初の想定よりも負け幅が小さかったんですねですのでやっぱり左派政党に対するあのかなり強い抵抗感ということから、オらくスナク氏としては、最後の段階で相当程度あの、保守党が伸びるということを想定してたと思うんですが、まあやはりあの14年の労働党、保守党政権に対する、まあ、あの失勢、ブレグリットの失敗などの,、はい、あの不満というのも止まってますし、また今、物価の高騰であるとか、エネルギー価格の高騰であるとか、 まあ、移民もかなりあのイギリスも68万人、昨年増えたということで、その程度増えてますし、<ー>まあ、こういう保守党政権があの公約に掲げたことが実現できていないということを不満と、あとはもともと極左のジェレミー・コビン氏が党首だった労働党が、はい、あの見事にこちらもあの中道路線というものに転換しまして、まあ、スターマン氏の現実主義路線というものが、国民に好意を持ってあの受け止められたんだろうと思います。うーん あの16年ぶりの、ね、労働党政権ということですけれども、あの何か、ね、イギリスの外交・安全保障等を含めて、ね、なんか大きく変方針転換を図るということは、どこかの部分に出てくるんでしょうか、はい、あのこれは逆に言うと、大きな方針転換を。 あのしないというイメージ、あの極左政権ではないんだというイメージを作ろうということと、まあ、一方ではですね、やはりあの政策の転換というよりは、もちろん部分的な政策の転換もあるんですが、あのやはりあのポピュリズムに走ったり、あるいは、 あのスキャンダル、あの例えばあの選挙の賭博、最近ですが、うん、であるとか、あるいはコロナ中のパーティーゲート事件といわれる、外出禁止の際にパーティーを行った、うん、こういうような、ですね保守党政権に対する不満という、姿勢に対する不満に対して、ど,どちらかというと政策の転換というよりは、サーマー氏はとにかく勤勉で実直で、非常に誠実である、そういったイメージっとあの、その政治の姿勢、あるいは言い換えたら、 空地というものを健全に行うという、そういったイメージを提示することができたんだとうんそういう安定感というようなものを、まあ、イギリス国民、求めていた部分があったんですかね。 そうですねあの言い換えたら、あの保守党の,あのスナック氏は、もしも労働党政権になったら、はい、大きく政策が変わって、大幅な増税があるという、まあ、こういった恐怖を煽っていたんですね。えー、ところが、まああの、労働党スターマー氏は当初から、あの自分があの政権に就いたらあの、例えば法人税の増税は控えると、まあ、こういったむしろ逆に大幅な政策転換を。 いないというような姿勢も部分的には示していたわけですね。ですからこういったことがまあ国民の信頼感になった。同時にやはりですね、あのー、まあ国民保険制度 s n s s n h h のはじめとして、まあいろんなものは今機能してないわけですけれども。 これをあの仮に労働党政権になっても大幅に改善することは難しいわけですね。うんまあ、そういったかことから、比較的ハネンの時期は短くて、いずれ、まあ、あの労働党政権に対する失望というものはすぐに出てくるのではないかということもあ<ー>あの懸念されてるんですね。なるほど あのまあ、東アジアで、ね、暮らす我々としてはその今まで保守党政権で、まあ、EU から離脱をした後グローバル・ブリテンという形で、まあ、かなり東アジアに対するコミットメントも強めてきたわけですがこれ、労働党に代わって何か変化はありますか はいあの、2つあると思うんですね、1つは、やはりですね、あのグローバル・ブリテン、おっしゃられた通りあり、EU 離脱、保守党はとりわけあの、EU に批判的な議員が多かったので、支持層が大きかったので、まあ、このグローバル・ブリテンという形で、アイデンティティを変えるんだと。 はい、ヨーロッパから離れて世界に行くんだということで、まあ、あのインド太平洋経済ということを言われていたわけですね、まあその柱の一つが、まあ、日英関係の強化、例えば日英イタリアの,あの新しい戦闘機の開発だったわけです、ね。はい、まあところが、あのこの政策おそらく継続すると思うんですがまあ逆に言うと労働党は明らかにこのグローバルブリテンの政策からあの EU 重視の政策へと転換していくと思いますので、おそらく日本との関係は 引き続き重視してると思いますが、はい、まあ明らかに従来よりも、あの。あまりでもイギリスのリソースをインド太平洋に使いすぎだということも、かつて労働と批判もしてましたので。まあそういった意味では、インド太平洋重視から、イギリス重視へと、あの重点は移っていくんだろうと思います。うんうん、なるほど、わかりました。保谷さん、朝日からどうもありがとうございました。はい、どうも。引き続きよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。えー、慶応義塾大学教授、保谷雄一さんに伺いました。